どうぞよろしくお願いいたします。歌詞についてはサブ監督はどんなこうイメージで書かれたんですか。もう歌詞はもうこれはまあ俺がもう自分の嫁さんに送ったようなもんなんでとかってでもね本当にまっすぐな歌詞で、本当に自分の好きな人に捧げるような本当に素敵なまっすぐな曲なので、歌っててもすごく気持ちが良かったです。はい、前作よりもトラブルメーカーですので、全てこいつのせいみたいな、本当にこんな二面性のあるヤバさを演じさせていただけるのはサブさんのおかげなので、本当にありがたいなと思っております。まあまあダラダラ喋っててもあれだから一回踊ろうか。やめてください。やめましょう。やめてみましょう。どうします、行ってきましょう。いやもう僕が出ることによって少しでも皆さんの休憩時間が作れればいいなエンターテインメントをこう総合的に映像から生の世界、そしてテレビの世界でも見れるっていう、こういう総合エンターテインメントっていうのはなかなかできないことだと思いますし、それを劇団 EXILE でやらせていただけるっていう、本当にみんなの気持ちをですね一個にして、本当に皆さんが楽しんでもらえる作品にしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。目の前で一生懸命何か自分のできることをパフォーマンスして、普段応援してくださってる、見てくださってる方々に少しでも元気になってもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、なんかこうお芝居をしてるんですけど、ちょっとこう半分自分でいるような状態が劇団 EXILE という時は多いかなって思いますね。こう強烈なメッセージがすごい展開の中に監督のメッセージが込められているので、それをこう受け取りながら見るのも面白いし、展開に身を任せるのも面白い、なんかそういう作品になってるなと、そこがジャムの魅力だと思います。今回リサイタルって本当どういう形で進行していくのか分かんないんで、すごい楽しみでもあるんですけど、やっぱ怖いですよね。その生で歌ったり、まあバースデーボーイズは踊るんですけど、そういうパフォーマンスがそのやっぱり LDH っていう本番を僕たちは背負ってるから、やっぱりそれが怖いですね。可能性としては限りなく低いですけど限りなく低いですけど、そのぐらい盛り上がっていけたらなと思ってます。Stand up now, so bad.